アイネシデモスは古代ギリシアの哲学者。全八巻からなるその著書、ピュロンゴロクの中で判断中心へと至る十箇条のトロポイを提案したことで知られる。クレタ島のクノッソスに生まれアレクサンドリアで学問を教えたと伝わる。彼の問いた十箇条のトロポイは我々の感覚や知識は次の諸条件によって異なり、 決して唯一絶対ではないとして、我々動物の種類が異なるに従って、人間の個人個人が異なるに従って、同一の個人においても、感覚器官が異なるに従って、これらが同一でも、その時々の心身状態によって、知覚するものの視覚や距離によって、知覚されるものを包んでいる物質や状況によって、知覚されるものの数や量によって、 そのものの他との関係によって、近く者の習慣によって、対象の風俗習慣法律によって、と十箇条からなるトロポイを提案したことで知られる。これは後に、アグリ一ッパに影響を与え、彼は十箇条から五箇条に要約している。ありがとうございます。